おゆやは、おざます、こんにちは、すこばわーす、かまくびでございます。ミサオのパーツ3ですね。やっていきまーす。ということで、前回、まあ、今回、ん？前回は、まあ、こんな感じのアイテム回収して、とりあえず、体の付着していた血まみれの液体は、なんとか洗い流せたんで、これでなんとか、あいつ、変態クソ教師には、変態クソ教師とも普通にお話ができるんじゃないかなと思います。もうこれ初めてやった時はめっちゃビビりましたけどね、これ。はい、新聞なら間に合ってます。先生！助かったよ。いや、参ったよ。地震の直後、気を失って気がついたら、ロッカーの中に閉じ込められていたんだ。どうも中からは開けられない仕組みになっていたらしい。学校の様子がおかしいな。少し様子を見てくる。先生、校内危険です！行ってしまった。先生大丈夫かな？まあ、先生自身が大丈夫じゃないからね。さて、じゃあどんどんとちょっと謎解きをしていこうかと思うんですけども。あ、そうや、この女の子のやつは、どの部屋だかな？この辺かな？悪霊の気配がするから、ここでちょっとお塩を。博多の塩を撒いてね。悪霊の気配が消えました。そして、死体があります。誰も私の演奏を聞いてくれないということで。じゃあ、演奏を聞こう。まあ、これ演奏をね、そのまま聞かずに、こう、ピーって変えると、あなたもなのねみたいな感じで殺しに来るので、まあ、ひたすらこの演奏を聞いて、いやー、素晴らしいですね、このピアノの調べ。聞いてくれてありがとう。こう、どういたしまして。でも鍵がかかってる、というね。なんやそれ。で、鍵を取りに行かないといけないので、じゃあ、どうしようかな。あとアイテムが、非常階段のやつ持ってるので、じゃあ、おお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 
これビューンってくるやつじゃん。おーやばい、そう思い出した思い出した。あ、すいません、この子は、後ろを振り向かずに、後ろを振り向くなよ。よし、借り分けた。しゃ、ここで工藤と出くわすと。工藤くん、カマオくん。あー、やっぱ工藤の表情もちょっと、表情がちょっと豊かになった。あの、なんかもう、ぽーっとした感じの顔じゃなくなってる。怪我してるじゃないか。化け物にやられたんだ。なんとか逃げてきたけど、足をやられて歩けないんだ。で、ここで、苦しいよ。助けて。今の声は、ミサオ！工藤くんにも聞こえてるんだ。ミサオが苦しんでいる。くそ、俺がもっと早く、ミサオを救ってやればこんなことには。工藤くん、俺とミサオは幼稚園の頃からずっと一緒で、昔は二人でよく一緒に公園一緒に遊んでたんだ。中学に入ってからは女子と遊んでると周りからからかわれて、それが怖くて俺はミサオを避けるようになった。ミサオがいじめられてるって知った時も俺は助けてやらなかった。そして今回も、ごめんよミサオ、助けてあげられなくてごめんよ。俺も今からそっちへ行くよ。ずっとお前のそばにいる。だからこんな悲しいことはやめにしような、ミサオ。工藤くん、助けますかっていうところなんですけども、どうしよっかな。様子を見とこう。工藤くんの思い、きっとミサオちゃんにも届いてるはずだ。だって惹かれるもん言ったら、ミサオちゃんお願いだ、工藤くんを助けてやってくれ。せやかて工藤来た。ミサオ、俺を迎えに来たんだね。これからはずっと一緒だよ。愛してるよミサオ。勘違いしないで、私はあんたのことなんか好きでもないでもないんだから。死ね。消えないよミサオ。あー、すごい表情がまた泣き崩れた状態でミサオーって感じに惹かれてたよな。どうして、どうしてなんだミサオちゃん。止めなくちゃ、これ以上誰かが犠牲になる前に。うわ、ふい、そうだそうだった。ドーン
っていう風になるから、そこの様子を見に行くか。さてさて。で、あと、あれだ、謎解きも解読しないといけないからな。あ、一応ちょっと。とりあえずここで。なんかなんとなく、ちょっと安心感を求める。で、トイレに行きます。あー違う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 。こっちはこっち。あれ？あれ？まだ、あ、あれ？これまだやってなかったか俺。あーほんで、もう相変わらずトーマはもうヘタレやったな。で、でもね、さ、思うんだけどさ、こんな状況になってる中、クロウの車のこと、二人とも気づかんかったの？もうあのモンスターしかりやけども。まあ、ええわ。食べられてるサオトメ。くらえ！助けてやりけなくてごめん。で、ドア開けますか？開ける。で、死体が、べちゃって出てくるから、足ゲット。で、工藤の頭が、工藤っぽいのが死んでいる。工藤っぽいって言ったんなよ、ぽいって。そうか。で、これで乙女と工藤がさ、まあ、二人同時に死んじゃったから、あとはトーマのところ行きますか。トーマー。どこら辺におったっけ、あいつ。トーマー。あれ先生が、倉田先生がいるところやったっけな。トーマー。ここか？あれ、いいね。ってなると、もう一個上か。トーマー。トーマー。あ、いた。しょげてるなぁ。しょぼーん、みたいな感じに。ブル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 。ガクガクブル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 。勝負してるで、あいつと。トーマくん！うわぁ！かまお！驚かせんなよ！トーマくん、君って普段は強がってるだけなんだな。なんだと？サートメさん、助けてあげられなかった。彼女はもう、乙女が。俺のせいじゃねえぞ！俺悪くねえからな。全部ミサオのせいだ！くそ、このままじゃ、俺もミサオに殺されちまう！かまお、助けてくれ！助かりたいなら僕に協力してくれ。一緒にミサオさん、ミサオちゃんを助けよう。はぁ、冗談じゃねえや。ミサオのせいであんなことになったんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃなんねえんだよ。なら一生そこで怯えてればいい。君がどうなってよ。僕は知らないからな。わ、まあまあまあ、待て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 。わかった、なんでも協力する。だから一人だけにはしないでくれ。わかった。はぐれないようにしてくれよ。おお、わかった。さあ行こうぜ。んで、すぐ襲われるからな、そういえば。体が、動か、ね、ぐふ、表情が待った。トーマくん、トーマくんしっかりするんだ。よかった、まだ息が、どこかで治療しないと。図書室さん、うわーはい、とりあえず帰ってきました、ここに。で、さっきはここ行ったら、もうまさかのなんか異空間に落ちて、ベキンカを突っ込んで死ぬという。もう死に方としては一番悲惨な死に方をしたわけなんで、こっちや！えぇ？こっちなんかあんの？じゃあ。そういうわけではなさそう。うわぁ！びっくりした！そうや！前もここにやられた！うっせえなあ、まったく。あれ？そういえばこれなんだ？ちょっとセーブしよう。ボタンが3つある。押してみますか。じゃあ左のボタン。え？よかった。ここでセーブしておいて。残酷すぎるで。じゃあこっち、じゃあボタン3つある。じゃあ次、じゃあ上のボタン。上のボタン。ん？おお、開いた！じゃあ、右のボタン。
おお、あいたー、やった、ショートカットやっとできるようになった。いやー、鬼ヶ原さん久々。もうね、セーブも忘れてたんでね、やり直し大変でしたよ、ほんと。で、そうや、図書室さんのとこ行かないと。図書室のとこ行くよー、トーマー。よいしょ、着いた着いた。と、はーい、あやっぺー、カマさん何かお困りですか。トーマくん助けてくれ、僕のクラスメートなんだ。ふぅ、てやてやしたし、これでもう大丈夫かな。あやぺちゃん、しばらくここでトーマくんを休ませてあげてほしいんだ。ここなら悪霊も寄ってこないんだし。そんなの無理ですよ、こんな得体の知れない人。もう僕のクラスメイドだよ、トーマくん。そんなに怖い人じゃないから。まあ、ただのヘタレだけど。ね、お願いだよ。カマオさんがそこまでおっしゃるなら、私、カマオさんのカキタレですもん。いやあ、なんかちょっとかわいい可愛い表情。やっぱりメガネ外すと、やっぱり前のね、やっぱりあやちゃんの面影があるからかわいい、ね、大丈夫かな。まあ大丈夫じゃ、大丈夫大丈夫で。なんかこれでトーマがナンパするかなんかしてるっていう前回聞いたんだけどな、今回あるんかな。まだ苦しんでるから、まだポッカリセットはまだいいのかな。何か会話、あれ、まだ大丈夫かな。ヒントは、一度開いたロッカーも調べてみていいよ。あー、やっぱりそっか、悪に取り憑かれてるからっていうことやから。ポッカリセット持ってきたよポッカリセット俺にくれのか。サンキュー、お前いいやつだな。俺の射程にしてやってもいいぜ。遠慮します、間に合ってます。で、あ、飲んでる表情出てる、飲んでるドット絵が、おい、これジュースの中変なもん入ってるんじゃねえか。カモン、てめえの仕業が、そんなに俺のことが嫌いかよ。そんなに僕が信用できないのか。でもなんだろうな、これ鍵みたいだけど。あー、くそむな、くそあれ、ほらもう寝る、邪魔すんなよ。小さな鍵を手に入れたと。誰が邪魔するか、ボケ。じゃあ、図書室さん、あやぺちゃんよろしくね、図書室さんというか、あやぺちゃん。でも、あやぺって名前つけたけども、やっぱ私の中で一番やっぱスカンチっていうのが一番ね、しっくりきてたんだよな。さて、これで宝箱を開けて起動ディスク。そうだ。んで、確か吉野が死んでたところのね、あそこのところの回収もしなきゃいけないし、あとここや、セーブして、ここで、お前が落ちてることは知っている。そして動くことも知っている。で、屋上で、ヒュー。うわー、よーし、これで全部のパーツが揃ったかな。肉体を捧げよ。さすれば少女の呪い救われ。記憶、顔、瞳、心、足、そして、手。すべてのパーツが揃いました。しかし何も起きない。どうして何も起きないんだ。まあ、原因はわかってるんですけどね。なんで起きないかは、教えて。知ってるんだけども、教えて、鬼ヶ原会長みたいな感じ。そうですか。少女の肉体を祭壇に捧げたの、来たのですね。ですが、この様子だと、まだ呪いは解けていないようですね。やはり、生贄が必要みたいですね。生贄？淵の山の赤い墓石を見ましたか？死んだ後、あの墓石に、名前を刻まれた者の魂は、少女の魂を解放するための生贄となるのです。墓石の数は4つ。4つすべてに名前を刻まなくてはなりません。すでに4つの墓石のうち、3つに名前が刻まれているようですね。あと1つ足りないですね。あと1人誰かが犠牲になれば。それなら、僕が犠牲になれば、
それは無理です。あの宝石は彼女、少女の恨みの念が作り出した道具。少女が恨みを抱いた人物でなくては、あの宝石に名を刻むことはできないでしょう。あなたは少女を救おうとしている。そんなあなたを少女は恨んだりなどしていませんよ。さて、まだ他に生き残っている者がいるようですね。誰を犠牲にするか、よーく考えておいてください。ミサオちゃんが恨んでる相手か。でも、俺を解くためとはいえ、誰かを犠牲にするなんて、僕にはできないよ。トニー、できないよ。大丈夫だ。トニーザタイガーっていう感じにならへんかな。グーレイトまあ、誰をやればいいのか分かってるんですけどね。じゃあ、バットを仕込んで。じゃあ、行きますか。どうした?呪いはまだ解けないのか?話を聞いてくれなかった先生のことを、ミサオちゃん恨んでるかもしれない。先生が犠牲になればきっと。クラタを生贄にしますか?はい!血が止まらないな。先生、大丈夫です。すぐ楽にしてあげますよ。このバットで。え?ダメだ。僕にはできないよ。先生を殺すなんて。ん?できるよ。あなたは私なんだから。ああ、その声は!誰だ?さあ、バットを高く上がってきて、大きく振り下ろすの。体が勝手に、うわあ完全にカマコのせいやないか。そういえば前回もそうやったな。もう後には引けない。やっぱりカマコの方はボクサステンシやったな。まあ、でもね、これを持ってね、ミサオちゃんが救われる。ミサオちゃん、ミサオちゃん、見つけてくれてありがとう。待ってくれ。消えちゃった。そしてトーマがカムバック。メガネ女から聞いたぜ。やることや全部やったんだろ。どうなったんだ。ミサオちゃんありがとうって言ってた。きっともう大丈夫ってことは、呪いは解けたんだな。学校は元に戻るんだよな。戻ったね。外が明るくなった。トーマくん、外に出てみよう。さあ、ここからが打つ展開。ここからが打つ展開だよな。ここは教室?全部元通りになったのか?あれ?これ一人女の子なんか、透けてるよね、小体が。ああ、女の子でも大丈夫。もう主人公やったもん。ミサオちゃん?ミサオちゃん!僕のことが見えてないのか?そうやそうやそうや、前回もそうやったな。で、ここで吉野が、みんな聞いて!大ニュース!これ聞いたら爆笑よ!なんだよ、吉野、もったいぶらずに教えろよ!まさかお前、朝からね、正面から出したのか?なんだわけないでしょ!なんと!この中にトーマに恋してる女の子がいまーす!は?お前何?お前、俺に告ってんの?あたしじゃねえよ!さあ、出た、この最低な男、最低な女は。その女の子はクラスで埋められたね、地味なミサオちゃんでーす!マジ?だ、トーマくんのこと好きなの?あんなチャラい男。あたし。ほらほら、トーマくんすぐ近くにいるよ。告っちゃいなよ。いいじゃん、付き合おうぜ。え?俺さ、前からお前のこと気になってたんだ。トーマくん。はぁ?トーマ、マジで言ってんの?ミサオだ?せやな、俺が誰と付き合うと吉野に関係ないだろ?メアド、交換しようぜ。うん。まあ、吉野からしたら気に入らんわな、この光景。この光景覚えてる。この時僕も教室にいた。これはミサオちゃんが行方不明になる前の光景だ。で、続きだね。どうして吉野ちゃんにバレちゃったのかな?なんでもいいや。だってトーマくんの彼女になったんだもん。吉野さんに感謝しなくちゃ。あ、トーマくんからメール来てた。ミサオ、好きだよ。俺、ミサオも俺のこと好き?トーマくん?何これ?恥ずかしすぎるよ。なんて返信しようかな。純すぎるよ、本当にもう。その心を踏みじるなんてひどいよ、本当に、こいつら。
私もトーマくんのこと大好きだよ。トーマくんのことが世界で一番好きです。私ね、トーマくんへの気持ちをポエムにしたの。嘘、これ全部私の。あなたが好き、あなたを思うとそれだけで胸が熱くなってチョコレートみたいにとろけそう。恥ずかしいわ。言ってて歯が浮くな、そのポエムは。吉野さんの仕業ね。吉野さんがトーマくんの携帯を盗み見たのはひどい人。吉野さん、あなたがトーマくんのことを好きなの、あたし知ってる。きっと嫉妬してるんだわ。でも無駄よ。だってトーマくんはあたしのことが好きなんだから。あたしが彼の気持ちを、あれ？やだ、やだってばー。いいじゃん、誰もいないんだしよ。トーマくん、もうトーマの一位。ミサのメール、掲示板に貼り付けたの、乙女だろ？知らない。お前しかいねえだろ、乙女にしか見せてねえんだからよ。知らないもん。知らばっくれるか、こいつ。けーん！はっ！けっ！で、これだよね。トーマの彼女になったからって、いい気になってんじゃねえよ！なんだよ、その目は。こんなことしたって、吉田さんはトーマくんの彼女になれないよ。えぇ、ー、やめろ。イサオのくせに鍋と口叩きやがって。なに、あお、あんたとトーマが本当に鍋なのか、確かめてあげようか。なにするの、やめて、話して、やめて。息のいい、なんかこう、なんかピチピチとなんか魚みたいな感じで弾いてるな。うわーい、ミサオちゃんやらしい。記念写真撮ろうよ、オレオレミサオちゃん笑って。はい、チーズ。最低やで、ほんとにこいつも。で、この仕打ちやもんな。ミサオちゃん、抵抗したらどうなるかわかってるよね。こないだの写メバラエスされたくなかったら、おとなしくいい子にしてんのよ。たっぷり可愛がってあげなよ。おでミサオちゃんのこと、ひどい。ああ、ミサオの表情もなんかすごい、本当に悲壮感漂った表情になったな。やだよ、もうやだよ、もうやだよ。誰かいるのか。っていうか、倉田先生も女子トイレ堂々と入ってくるってどうかと思うんだけど、まあいいや。隠れてないで出てきなさい。この声、倉田先生。こんなところで何してんだ。早く寮へ戻りなさい。ショートおじさん、時間はとっくに過ぎてるぞ。どうしたんだ。で、ここから悪夢の始まりだな。少しは落ち着いたか。はい。何か辛いことでもあったか。悩みがあるなら遠慮なく話してくれ。先生がどんなことでも相談に乗ってやる。え？先生はミサオちゃんの相談に乗ってあげていた？彼女は行方不明になる前日。じゃ、彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくて、ろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時、ちゃんと話を聞いてやれば、彼女が消えることはなかったかもしれない。倉田先生、どうしたあんな嘘を。先生には言えないことか。先生、私、失恋したんです。バカみたいですよね。失恺したくらいでトイレに閉じこもって、大泣きするなんて。そんなことはないさ。俺だって若い頃失恋した時は夜が明けるまで学校のトイレに閉じこもって嘆いたものだ。倉田先生でも失恋したことがあるんですか？ん？俺が失恋するのはおかしいか？だって、あの先生、優しくてかっこいいし、みんなからモテモテだし。学生時代は地味でどんくさくて全然モテなかったんだよ。そうだったんだ。地味でどんくさいなんて、なんだか今の私みたいです。そんなことはない。君はとっても魅力的な人間だよ。先生。君はそこらにいるバカ男などもとは違う。真面目で優しくて物静かで。俺はね、君みたいな子が大好きなんだ。先生？ミサオ。
先生、いや、話してください。君の手、とても綺麗だ。冗談をやめてください。綺麗だよ、ミサオ。あー、もうゾワーとくる、この。いや、ミサオ、どうして逃げるんだい。俺のことが嫌いなのかい。さっきは俺のことを褒めてくれたじゃないか。さあ、こっちへおいで。いや、いや、怖い、来ないで。表情もやっぱ怖いって感じになってるな。これもしかして倉田もなんかもう、狂気じみた顔になるんかな、やっぱり。うわぁ、もうやや、この、っていう、息遣い。いやぁ、うわぁ、やっぱりそういう顔になっちゃう。なぜだ、なぜみんな僕を拒否するんだ。どうして僕を拒絶するなんて許さない。許さないぞ。で、この人を思い殺すもんな、それで。歪みすぎやで、ほんとに。そして、カマオはすべてを見てしまった。すべての真相を知ってしまった。これで、君は、僕のものだよ。このでも、こうやってなってるシーンも見てたっていうことだよね。今のは、倉田先生がミサオちゃんを？俺知らなかった。ミサオがあんなひどい目に遭ってたなんて。ミサオ、ごめん。トーマくん。君がしたことは許せないけど、ミサオちゃんが死んじゃったのは君のせいじゃないよ。だから、あんまり自分を責めないで。カマオ、見て！学校が元に戻ってる。呪いが解けたんだね。ミサオちゃん、苦しみから解放されたんだよ、きっと。ここまでは、とりあえずエンディングはそんなに、まあ、今までと変わらない。生徒会室って確かここだよな。お世話になったんだし、挨拶ぐらいはしないとね。でも、鬼瓦さんいるかな？おーいってね。うわぁ！君、そんなところで突ったって何してるんだ？鬼瓦さんいますか？鬼瓦？誰だいそれは。生徒会長の鬼瓦さんです。何バカなこと言ってるんだ君は。生徒会長はこの俺だ。鬼瓦って言ったら、オードリーの春日のギャグじゃないか。鬼瓦！え？鬼瓦なんてやつ、生徒会にはいないよ。あ、代わりに大川ってやつだったら一人行ける。え、いや、それが鬼瓦さんじゃなくて？で、窓の景色を眺める。いつもの日常が戻ってきた。彩香や吉野たちはいない。ミサオちゃんを殺した倉田先生も。でも、それを気にする人は誰一人いない。異界で死んだ人は存在をかき消されてしまうのだろうか。でも僕は忘れない。みんなのこと、それに吉野や倉田先生がミサオちゃんにしたことも、全部なかったことにするなんてできない。もしかして鬼瓦さんも異界で。いやいや、不吉なことを考えるのやめよう。あの日から鬼瓦さんとあやっぺちゃんの姿を見ていない。二人がどうなったかわからないけど、不思議な人たちだったな。ね、こら、よそ見してるやつ、ちゃんと前を向きなさい。あー、ごめんなさい。くすくす、またカマオがよそ見してたよ。ミサオちゃんは以前、行方不明のままだ。僕が見つけた彼女の肉体は跡形もなく消えてしまった。もう彼女が発見されることはないのかもしれない。でも大丈夫。彼女は最後、笑っていた。きっと苦しみから解放されたんだ。これ以上、誰かが犠牲になることもないだろう。すべて終わったんだ。そうだろう、ミサオちゃん。そうではなかった。あれ？え？まだ続く？え？まだを？まだ？まだ物足りなかったの？ミサオちゃんみたいな感じでね。いやー、素晴らしい。センさんの本当に初小作と言うべきゲームでしたけども、もまだこうやってバージョンアップしてもね、やっぱ最後楽しめさせてもらえるというのはすごい良いことです。良いというか、良かったです。本当に、死にポイントが増えてたのにはちょっとびっくりですけどね。あれ？こんなあったっけ？というところが、やっぱちょっといろいろね、随所にあったのも、やっぱり、叫んでしまいましたけども、楽しかったです。それはそれで、やっぱり。さあ、でもひとまずね、
なんて言ったんでしょうね。ノーマルエンドはひとまずこれで一旦完了ってところなんですかね。うん。プレイしていただきありがとうございましたってことですけども。おーい。ミサオの表情が映って、かつ新エンディング。こちらを次回からやっていこうと思いまーす。じゃあ、また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。